商品券の邸宅と、庭園商品券は、熊本県八代市、北の丸町にある、肥後熊本藩細川市の筆頭画廊で8代、城代であった松池の邸宅と庭園。別名、浜の茶屋。国の名称に指定されている。名称としての指定名称は、旧熊本藩八代城主浜お茶屋庭園。1688年、大幕修治福寺の跡地に、 松井家三代、松井直行が聖母高吉忍にのために建てた茶屋で、八代城から北西に約300メートルほど離れた場所に位置している。庭園の広さは約9000平方メートル。創建当初は、すぐ裏手は、八代海を見渡す浜辺であり、松林を吹き抜ける風の音が聞かれたというのが、名称の由来となっている。現在は、その後の干拓などにより、 海岸線からは遠くなり、また松林も枯れて、当時の面影は見られなくなっている。熊本藩の医者、受学者であり、八代城下にあった、京皇伝修道の師範でもあった宮崎雲大が、表した、商品券記によれば、阿蘇の白雪、金宝の朝、嵐を望むとあり、商品券は、阿蘇山、金宝山、雲仙岳までをも借景に取り入れた、 平面雄大な庭園であると紹介されている。庭園の四季折お々おの花々が美しく、筒子や山藤、柿綱、甲骨、鬼バスなどの名所でもある。中でも、毎年6月頃に池を埋め尽くすほどに咲き乱れる、ひご花あやめは、特に有名で、県外外からの多くの観光客で賑わう。ひご花あやめをめでる鑑賞茶会も開催される。園内には海伝説にちなんだ。 赤目勝ち、赤目が、森と呼ばれる場所があり、また伏見稲荷大明神や小宮と呼ばれる祠もある。また、多層塔や、石道路を、石橋などが点在している。御茶屋は2階建ての建物で、母屋は茅葺き、下屋は武器になっている。また、門の横には馬屋を改造した宝物館が設けられ、松井類大の文化財や美術品などが展示されている。 1949年に昭和天皇皇順皇后が熊本に巡行した際には宿泊所になった。2002年12月19日に国の名称に指定された。ありがとうございます。